西東京市住吉町にある都立法屋高等学校。部員数は1年生13人、2年生10人、3年生19人、マネージャー2人の合わせて44人。今年のチームの特徴は何といっても打撃力。全員が打って次につなげることができ、試合でもしばしばコールド勝ちをしてきました。この打撃力に見合うよう守備練習にも力を入れ、夏の大会に向けて調子を上げてきています。辛い練習でもみんなで声を出して元気に乗り切っていると思います。自分の力を信じて最後まで精一杯全力でプレーしてほしいです。今までこの高校 3年間まで、まあ、いろいろ携わってくれた地域の人たちに最高なプレーを見せられるように頑張りたいと思います。100回っていう記念の年に自分たちが最高学年としてできるので、今までやってきた練習の成果を十分に発揮して、まあ、最近バッティングとかも調子良くなってきたんで、まあ、そこの面でチームに活躍したいと思います。今まで自分がこうやって野球を頑張ってこれたのは、本当に家族の方や、まあ、支えてくださった人、応援してくださった人がいたからだと思っているので、まあ、最後本当にその感謝をプレーで表したいと思います。今までみんなと練習してきたんで、まあ一つでも多く勝てるように頑張るので見ててください。まあ、今年100回記念っていう、まあ、結構区切りのいい年なんで、まあ、全力プレーを全員で心がけて戦っていきたいと思います。絶対やったー！